ムナハハ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 ハ水曜中がなびら FM 那覇モーニング那覇お聞きの皆さんおはようございます。9月4日ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていますモーニング那覇、月曜日の担当はアハゴンあずさです。どうぞ1時間お付き合いください。ゆたさるぐとぅにげーさみら。さあ9月に入りましたね。あっという間ですね。なんかこう沖縄も暑い日が続いているんですが、最近夜になると少し涼しくなってきているんですよ。はい、全国的には皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間ですね、1時間今日は、トークテーマ、フリートークテーマ、今日のトークテーマは、最近わじわじしたこと、最近腹が立ったことというトークテーマでお届けしていきます。はい、早速ツイキャスでですね、うちなぐちがわからないと、メールがいただきました。まずハイタイ、最初にハイタイって言ったのは、まあ、おはようございますこんにちはという沖縄の挨拶から、はい、お届けしていきました。でぐすよーちゅーうがなびらっていうのはですね、皆さんお元気ですかといううちなぐち、沖縄の言葉です。まあ、英語で言うと How are you? みたいな感じですね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のトークテーマは最近わじわじしたこと、腹が立ったことです。まあね、生きてるとなんか腹が立つことだらけですよねはい、最近こんなことでちょっと腹が立ったっていうのをですね、皆さんからメッセージをいただきたいと思います。ちなみに最近私が腹が立ったことがですね、昨日のお話なんですけれども、最近新しいパンプスを、靴を買ったんですね。でこのお気に入りの新しいパンプスを履いて昨日国際通りを歩いてたんですよ。で歩いてる時になんかちょっと歩きにくいなと思って、靴の裏を見たらガムがくっついてたんですね。もうこれを見た瞬間にもう死にわじわじ腹が立ちましたよ。ガムはちゃんとね、食べ終わったらちり紙に包んでゴミ箱に捨ててくださいもうね、それだけでね、あ、せっかく新しい靴買ったのに、でしかもね、国際通りね、皆さんが通る場所じゃないですか。そこにやっぱりガムをね落とすのはちょっとガム捨てるのは良くないんじゃないかなと、もうね昨日はねちょっとわじわじして、デパートまでそのまま歩いて、デパートのお手洗いで、まあ、ティッシュでね綺麗に拭いて拭き取ってたんですけれど、ね、昨日はそんなちょっとねわじわじすることがありました。はい、皆さんの、わじわじすることもね聞かせてください。よろしくお願いいたします。この番組では、リスナーの皆さんからのリクエストメッセージ募集していますよ。メールアドレスは数字の780@fmnaha.jp 数字の780@fmnaha.jp となっています。 FM 那覇のウェブサイトトップページのメールフォームからお送りください。それでは1時間どうぞ、ゆたさるぐとぅにげーさみら、よろしくお願いします。さあまず最初の1曲いきましょう。今日の1曲はこちらです。リューティーで世界の友達。FM Naha。78.0
ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇。これからのお時間は今日の天気と道路交通状況をお伝えしていきます。まずは今日の天気からお伝えします。気象警報注意報をお伝えします。沖縄本島中南部は沖縄本島中南部本島北部では今日昼過ぎまで土砂災害に注意をしてください。沖縄本島地方では今日昼前まで高波、今日夕方まで落雷に注意してください。続いて沖縄本島中南部の今日の天気をお伝えします。今日の天気は南東の風のち南の風、曇りの予報です。朝晩まで晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。波は 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前が 30%、 午後が 20% の予報です。はい、昨日ですね、沖縄、夜ですね、昨夜すごく雷とそして雨が、激しい雨が降っていましたので、今日もお出かけの際はですね、傘を、お忘れないよう皆さん気をつけてください。日中の予想最高気温は32度となっています。続いて道路交通状況をお伝えします。まずは高速道路です。沖縄道順調にスムーズに進んでいます。続きまして那覇市の道路交通状況をお伝えします。那覇市では現在、那覇空港方面、そして小羽倉方面、山下交差点、寄宮方面、安里十字路、首里方面が渋滞となっています。今日は天気もねちょっとあまり良くないですので、運転の際は皆さん注意をしてください。以上、今日の天気道路交通状況をお伝えしました。さあ、今日のですね、トークテーマが最近わじわじしたこと。はい、皆さんが最近ねイラッとしたこと、腹が立ったことをですね、聞かせてください。よろしくお願いいたします。皆さんからねたくさんのリプライ、失礼いたしましたはい、ちょっとテンパってますね。ツイキャス届いています、見てますよ、ありがとうございます。先ほど曲を流した時にですね、ちょっと聞こえないよというメッセージがあったんですが、申し訳ございません、曲を流してる間はツイキャスでは音が聞こえない状態が続きます。放送はしっかりと行っていますので、もしよろしければ1時間どうぞお付き合いください。ユタサルグトゥウニゲーサビラ。皆さんから慣れたら、ね、曲の間オフトークもしてという声がありましたね。少し慣れてきたらオフトークもしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは続いての曲いきましょう。続いては木山商店で僕らの島です。ただいまの時刻は8時15分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えします。まずはじめにこちらのニュースです。ご先祖様お帰りなさい。旧盆初日の昨日、県内各地の家庭では運慶お迎えが行われ、家族や親戚らが集まり料理や果物などを仏壇に備え先祖の霊を迎えました。南城市佐敷の森根さん宅には親子4代およそ30人が集まりました。午後6時ごろ、妻の雅子さんが先頭になり門の前でろうそくを灯し線香を置いて先祖の霊を迎えました。仏壇に揃って手を合わせ、一族の健康や幸せを願った後、運慶ジューシーや中身汁などのごちそうに舌包みを打っていました。森根さん一族は月に一度はモアイで集まり、ハーリーにも一緒に参加するなど日頃から仲がいいということです。雅子さんはみんなが集まるのが楽しみ、無事に先祖を迎えられてよかったと嬉しそうに話しました。続いてこちらのニュースです。不発弾処理旧盆も淡々。旧盆入りの昨日、アメリカ製5インチ艦砲弾の不発弾処理作業が那覇市松山1丁目の工事現場で行われました。
現場は那覇の都市部で飲食店や住宅、ホテルなどが密集します。住民は驚く様子もなく淡々と行動する一方で、観光客には珍しい光景として受け止められていました。戦後72年続く沖縄の日常を歩きました。午前8時、気温は29度を超えていました。現場では市消防局の職員や警察官などおよそ30人が誘導に立ちました。半径88メートル以内の周辺住民らおよそ375人が避難対象でしたが、避難開始の午前9時を過ぎても動く人はまばらでした。避難所の那覇市津波避難ビルに集まったのはおよそ10人です。自宅で休んでいた女性は訪ねてきた消防隊員に避難を促されたといいます。知らなかったさ、運慶の準備で疲れていたから昼過ぎまでゆっくりしていようと思ったのにと身なりを整えながらこぼします。なんで今日なのかね、旧盆が終わってからやればいいのにとつぶやいていたそうです。はい、昨日ですね、昨日から沖縄では旧盆がね始まったんですが、その中で不発弾処理が那覇市の松山で、行われていたということで、沖縄はですね今でも不発弾処理の作業があるんですけれども、ね、戦後72年ね、立っても、まだ戦争の傷跡が残っているということで、もうねおじいおばあにとってはもう日常と化していて、なかなかね不発弾処理の作業があるよと言っても大丈夫だよと、思っていらっしゃる方が多いというのがねちょっと危ないですよね。はい、命の危険にも関わりますので、こういったね、避難をしてくださいと促された場合は、しっかりと、指示にね従ってまずは安全第一を確認して安全確保をしていただきたいと思います。以上、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしました。FM Naha. Your radio station.モーニング那覇 FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。はい、今日もたくさんのツイキャスメッセージニヘデビルありがとうございます。今日のトークテーマはですね、最近わじわじしたこと、わじわじというのは沖縄の言葉、内縄口で腹が立ったという意味です。はい、最近イライラしたことということで、皆さんからの、ね、ツイキャスをそしてメッセージを募集しました。はい、たくさんのメッセージありがとうございます。お、最近、お、うさぎとさくらさん、ダメだ、最近イライラしたことがないということで、素晴らしいですね。いや、なんでしょうね、なんかこうすごくとても腹が立つということではないんですけれど、なんかこう小さなイライラがなんかね生きてると私は結構日々あるんですが、イライラしたことがないということで、それだけねすごい優しいな、充実しているんですね。はい、ひろむっちょさんおはようということで、おはようございます。朝早くからモーニングナハ聞いてくださって本当にありがとうございます。はい、ビスカスくんの名は参加いただきました。初めて来ました。あー、ハイタイ、ありがとうございます。8月14日朝に三重橋駅のスタジオ前で息子と一緒にご挨拶させていただきました。東京から見ていますよ。あー、あの方でしょうか、お会いしました。はい、モーニングナハ終わった後にですね挨拶に来てくださったんですよ。お、ありがとうございます。ニヘデビル、はい、おいもさん、最近わじわじしたことは159円の商品を買って210円出したのに159円ですからって10円返されて41円を積み払ったこと
なるほど。なんかね、こうスーパーだったりコンビニエンスストアでのこのレジのやり取りっていうのもね、なんかね、ちょっとこう間違ったりとかありますよね。私もね、なのでこう対応していただくときは必ずちゃんとお釣りとレシートをですね確認するようにしています。はい、恋するかっちゃんさんからいただきました。かっちゃんの沖縄県の天気は、かっちゃんが朝からおかんを怒らせておかんの雷が発生し、ガム落ちてるところにかっちゃんのおかんの落雷があるので注意しましょう。あらら、怒らせてしまったんですね。はい、先ほど私がですね、最近私がわじわじしたことは、昨日国際通りを歩いてたらガムを踏んでしまって新しいパンプスが汚れてしまったというねお話をしたんですけれどもね、やっぱり道にね、ゴミはね落としたらダメですよね。恋するかっちゃんさん、おかんの落雷が国際通りに落ちたんでしょうか。はい、早く仲直りしてくださいね。はい、とんこつしゅうさんからいただきました。ラジオ壊れたんかな、無音ですということで、あらららら、大丈夫ですか、ラジオ聞けないんですかね。はい、モーニングの浜で後半ありますので、それまでにラジオが直りますように。はい、ありがとうございます。来ましたということで、新しいね、リスナーの方もいらっしゃってますね、ありがとうございます。はい、恋するかっちゃんさん、あずあず慣れたらオフトークもしてということで、そうなんですよね。ちょうど私FM 那覇のこのモーニング那覇始めて今日で1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月経ったんですけれどね、もうちょっと慣れてきたらオフトークしたいな。はい、曲を流してる間はツイキャスでご覧になってる方はですね、ちょっと音楽を聴くことができないので、その間ちょっと無音になってしまうんですよね。申し訳ございません。慣れたらオフトークができるように頑張ります。はい、ありがとうございます。自転車の店タオさんからいただきました。毎日のように出会う右側を逆走してくる自転車、わじわじするさ。逆走、これもね、なんかね、本当にね、小さなことなんですけれど、ちゃんとね、通ってよって思いますよね。ルールをね、ちゃんとね、守ってよってね、思いますよね。恋するかっちゃんさん、テーマ、わじわじ。かっちゃんはね、聞いて、買い物して支払おうとしたら、たった1円が足りんかった。わじわじした。以上です。わかります。私もよくあります。なんかね、あと1円足りないがためにお札を出してしまうというね。なんかもったいないなーっていう気がしますよね。最近ドンキホーテに行ったんですよ。そしたら、ドンキホーテのレジの横に1円玉がたくさん置かれてあるんですね。で、その1円玉は1円が足りなかった方はここから取ってもいいですよっていう1円玉だったんですよ。1人4円まで、つまり4枚まで使ってもいいということで、なんかこれはちょっとなんか優しいなって思いましたね。面白い仕組みだなと思いました。でもね、1円足りなかったらね、確かにプチッとね、ちょこっと自分の中で自分に対して、なんで今日に限って1円玉持ってないんだよって思いますよね。わかります、かっちゃんさん。はい、今日は、国テーマ、わじわじしたこと、最近イライラしたことということでお届けしています。なんかこうツイキャスを見てると、皆さんなんかね、わじわじしたこと、なんかすごくね、優しくて、こう聞いているだけで、見ているだけでちょっとね、ほっとしますね。まだまだ、ツイキャスもメッセージも募集しています。トークテーマは、最近わじわじしたこと、あなたが腹が立ったことを聞かせてください。モーニングの葉、そろそろ前半終了のお時間となります。引き続き後半8時30分からどうぞお付き合いください。ゆたしくです。通りに雪が降る、南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。国際通り沿い、那覇市牧志 2-4-11、 南の雪氷。
いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシュウマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。電話番号 098-894-8282。 はいさーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ、トゥルバル。トゥルバル、あ、ごめんなさい、トゥルバって言いました。そうです、こんな時に使えます。このトゥルバル、意味はぼーっとするです。こんな場面でもよく使われます。あ、電話、携帯、携帯どこだったかな、携帯、もしもし、お前何やってる、は、今か、トゥルバっていた、ぼーっとしていたという、これは過去形ですね。さあ練習いきましょう。トゥルバっていた。トゥルバっていた。OK, once again. トゥルバっていた。裕次郎八頭のウチナー口 Now。 さあ、今日皆さんにご紹介するウチナー口はこちら。あんまさい。こちら、これはめんどくさいとか嫌だとか極めてネガティブな発言です。主に中部地方でよく使われております。例えばこういう時に使います。裕次郎、今日暇か。はあ、なんで。暇だろ。だからなんで。暇だろって。いや、だからなんでよ。飲みに行こうぜ。ああ、いいよ。なんでよ。あんまさい、これ。ちなみに会社の上司に言うと怒られるよ。さらにめんどくさい時にはこういう言い方もあります。アンバサイ。これは使うと笑われるよ。まったねめまして、 FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。9月4日ただいまの時刻は8時30分を回りました。カルチョンプルーナ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇。はい、今日月曜日のお相手はアハゴンあずさです。これからの後半30分も最後までお付き合いください。ユタサルグトゥウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっとオープニングの方でもハイタイとグスヨーチューガナビラと、沖縄の言葉ウチナグツで、挨拶をしました。ハイタイというのはですね、男性はハイサイというね、言葉聞いたことあるかと思います。挨拶でハイサイ、ハイタイ2つあります。何が違うかと言いますと、男性はハイサイ、女性はハイタイと言います。はい、男性と女性でね、挨拶が異なるので、こちらもね覚えていただければ嬉しいです。さあ、今日のトークテーマは最近わじわじしたこと、最近腹が立ったことを教えてください。はい、ちなみに私は、昨日国際通りを歩いてたら、ね、ガムを踏んでしまって、新しいパンプスが汚れてしまってわじわじしました。は
はい、皆さんのねわじわじエピソードも聞かせてくださいね。リスナーの皆さんからリクエストメッセージ募集していますよ。メールアドレスは数字の780@fmnaha.jp 数字の780@fmnaha.jp となっています。はい、FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信も行っていますよ。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけますので、ユーストリーム、ツイキャスもユタサルグツー人間サビラよろしくお願いします。さあでは後半の、1曲目いきましょう。 HY で手紙。ただいまの時刻は8時36分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていますモーニング那覇。これからのお時間は今日の天気と交通状況をお伝えしていきます。まずは今日の天気、気象警報注意報からお伝えしていきます。沖縄本島地方、沖縄本島中南部、本島北部では今日昼過ぎまで土砂災害に注意をしてください。沖縄本島地方では今日昼前まで高波に、今日夕方までは落雷に注意をしてください。続いて今日の天気です。今日の天気は南東の風のち南の風、曇りの予報です。朝晩は晴れで、ところにより昼過ぎまで雨、雷を伴うでしょう。波は 2.5メートル、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前が 30%、午後が 20% の予報です。昨夜はですね、沖縄本島地方は、雷と、そして雨がね、激しかったですので、今日もお出かけの際は傘をお忘れないよう気をつけてください。日中の予想最高気温は32度となっています。9月に入りましたが、まだまだ暑くなっていますので、水分補給はしっかりと行ってください。続いて道路交通状況です。まずは沖縄道高速道路の情報をお伝えします。沖縄道現在順調にスムーズに進んでいます。はい、続きまして那覇市の交通情報状況です。那覇市那覇空港方面、旭橋方面、寄宮方面、安佐と十字路、そして首里城近辺が渋滞となっています。天気がね、今はちょうどまだですね、雨は降っていないんですが、これから天気崩れる可能性もありますので、皆さん出かける際はね、安全運転で気をつけて運転してください。以上、現在8時38分現在のお天気道路交通状況をお伝えしました。はい、皆さんからツイキャスが届いてますね。ありがとうございます。ゆきちゃんさんからいただきました。曲が聞こえないですということで、ああ申し訳ございません。はい、そうなんですよ。ツイキャスはですね、曲を流してるときはちょっと無音になってしまいます。申し訳ございません。初見なんで知らなかったです、ごめんなさいというふうにメッセージありますね。いえいえ大丈夫ですよ。朝早くから聞いてくださって本当にありがとうございます。はい、カッチンさんからいただきました。おはようございます。初見です。笑顔が眩しい方ですね。ああ嬉しい、ありがとうございます。そこにですね、お芋さんが眩しいのはライトのせいですというふうに書かれてますね。はい、確かにライトをたくさんね焚いてるので、そのせいも少しそれで補正されてる部分もあるかと思います。モーニングの後半も、情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは続いて曲をいきましょう。続いてはね、続いても私の好きな曲です。スーパーセルで君の知らない物語。ただいまの時刻は8時44分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお届けしていきます。まずはじめにこちらのニュースです。那覇で50ミリ超えの豪雨、6月以来落雷で停電も。沖縄本島中南部では昨夜、雷を伴った非常に激しい雨が降りました。沖縄気象台によりますと、南シナ海にある台風16号の湿った空気と、日本の海上にある太平洋高気圧の周辺の湿った空気が沖縄本島上空に流れ込み、
合流したため、だといいます。那覇市では1日で50ミリ以上のまとまった雨が降ったのは、6月19日に206ミリの雨が降って以来となります。那覇市では午後9時半ごろ1時間に57ミリ、糸満市では午後9時過ぎに1時間に50ミリの非常に激しい雨が降りました。続いてのニュースです。伊勢神宮に300年前の泡盛。日本初の産業博物館である伊勢神宮の農業館の倉庫に、およそ300年前に作られたとみられる琉球国王ゆかりの泡盛古酒が保管されていることが分かりました。普天間宮の新垣宮司がこのほど、伊勢神宮で現物を確認しました。新垣さんは、沖縄にとって宝、貴重な資料だと泡盛ロマンに胸を躍らせました。はい、ということで伊勢神宮に300年前の泡盛ということで、これは大変貴重ですね。はい、泡盛はですね、3年以上寝かせたものを古い酒と書いて古酒、沖縄の言葉ではクースと言います。寝かせれば寝かせるほどね、味わいがまろやかになってとっても美味しいんです。300年寝かせた泡盛、一体どんな味なんでしょう。すごく気になりますね。はい、以上この時間は、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしました。モーニング那覇、FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。はい、皆さんたくさんのツイキャスありがとうございます。はい、いろいろね、送られてきてますね。早速紹介していきましょう。はい、ひろむっちょさんからいただきました。なんでそんなに笑顔なんですか？笑い。ありがとうございます。なんででしょうね。で、私家でも結構なんですかね、テンション高いんですよいつも。自分がね、こうワクワクするようなことをね、こうやろうって一応心がけてはいるんですけれども、やっぱり私もこのモーニング那覇すごく楽しみで、いつもね、日曜の夜は明日何話そうかなって考えてから寝るんですよ。で、明日もね、こう皆さんが聞いてくれるといいなって思いながら寝て、朝からいつもね、テンションが高いです。はい。今日もね、多くの方が聞いてくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。カッチンさん、笑顔が爽やかで好感が持てます。はあ、ニヘデービル、なんか照れますね。ありがとうございます。お芋さんからいただきました。最近夕方にフットサルをやっていたら、ちっちゃい虫の大群が顔の周りをずっとついてきた。わじわじ笑い。あー、それは確かに嫌かもしれないですねえ。虫、私あれなんですよ、蚊、家にね、こう、私はエアコンは普段あまり使わないんですけれど、涼しい時は窓を開けてるんですね。そうするとやっぱりこう網戸閉めてても、なんかどこからか蚊が入ってくるんですよ。そうするとね、こう刺されて痒くなって、ちょっとわじわじするってことはあります。はい。はい、ありがとうございます。うさぎとさくらさん、この笑顔が1週間の力の源。キャー、嬉しい、ありがとうございます。ゆきちゃんさん、爽やかですねということで、ありがとうございます。わじわじ、はい、わじわじはですね、沖縄の言葉で、腹が立つという意味です。使い方としては、最近もう死にわじわじしたとか、イライラしたやつさ、むかつ、腹が立ったっていう時にね、結構沖縄の人は普段よく使いますね。わじわじしたって、バチバチしたよとか、おじいもおばあも使えますよ。若い人もね、結構使えますね。はい、わじわじ、ぜひね、うちなぐち一つでも覚えていただけると嬉しいです。ひろむっちょさんからいただきました。
泡盛飲んでみたい。わー嬉しいです。はい、美味しいですよ泡盛。なんかね、こう度数ですとか、あとはこうなんだろう、銘柄によって味わいも異なりますので、本当にそれぞれに合った飲み方っていうのを、ね、試していただきたいなと思います。まだ飲んで、ひろむちゃさん飲んだことないのかな、初めて、もし今度飲む機会があったらですね、そうだな、最初だとだいたい25度とか30度の泡盛りをですね、まずお水で割ってみてください。はい、割合としては泡盛り3で水7がちょうどいいかと思います。それでもね、ちょっと強いなという方は水多めに出して、薄くしても大丈夫だと思いますよ。はい、泡盛りってみんなこう沖縄の人はなんだろう、ストレートでガムガム飲むんでしょうっていうことも聞いたことあるんですが、そんなことないですよ。はい、水割りで飲んだり、あとはロックで飲んだりもします。最近はですね、泡盛をベースにしたコーヒーリキュールとか、マンゴーだったり梅酒だったり、いろんな泡盛出てるんですよ。なのでちょっと飲んでみたいけど飲み方がちょっとわからないなっていう場合は、こういった泡盛をベースにしたリキュールタイプから挑戦してみてもいいかもしれません。インターネットでも販売してますのでチェックしてくださいね。はい、お芋さん、泡盛の生地に食いつく、もっとミス泡盛やっぱ気になりますよね。はい、私3月末まで泡盛の女王として、沖縄の泡盛を PR する観光大使として活動してたんですけれど、やっぱりね、泡盛の生地発見すると気になりますね。はい、恋するかっちゃんさん、あずあず、ここで整いました。インターネットとかけまして、生理と解きます。その心はどちらも重いとイライラします。あずあずなんてっていうことで、ドルル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 かっちゃんさん、今日もありがとうございます。いつもね、謎かけを送ってくださるんですよ。すごいですね、私謎かけ本当に苦手で全然思いつかないんですけれど、かっちゃんさん、テーマに合わせていろんなバリエーションで送ってくださるんですよ。ありがとうございます。アイルさん、笑顔に引き寄せられて初めて来ました。あー、ニヘイデービル、ありがとうございます。私は毎週月曜日担当しています。モーニングナハをですね、月曜日から金曜日まで毎朝朝8時から生放送してますので、明日も聞いてくださいね。よろしくです。自転車の店タオさんからいただきました。首里で教えてもらった泡盛の牛乳割り好きです。ほー、私は牛乳割りしたことないんですけれど、美味しいみたいですよ、牛乳割り。なんだろう、カルーアミルクみたいになるのかな、美味しいって私も聞きました。ちょっと試してみますね。タオさん、ありがとうございます。ヒーフーミンさんからいただきました。遅くなりました。あら、ヒーフーミンさん、おはようございます。はい、今もうすぐ9時ですかね。今から起きてね、身支度を整える方も多いんじゃないでしょうか。はい、アーズ、土曜日は泡盛乾杯やっとできてありがとうございました。ヒーフーミンさんからいただきました。ニヘイデービル、そうなんですよ。先週の土曜日、9月2日ですね、全国で泡盛の1万人乾杯というイベントをやったんですよ。いろんなところで泡盛を乾杯して、皆さんで乾杯して写真を SNS に載せようということで、はい、その時にのリスナーのね、ひふみさんと偶然お会いして、はい、いろいろゆんたくしました。ひふみさん、ありがとうございます。ひろむっちょさん、泡盛の説明ありがとうございます。水割り挑戦してみようと思いますということで、ぜひ挑戦してください。アイルさん、私は3ヶ月に一度沖縄に遊びに行っているので、いつかお目にかかれるといいなあ。そうなんですね、3ヶ月に一度、結構ね、頻度高いですね。わー嬉しい。次はちなみにいついらっしゃるんでしょうか。モーニングの葉、生放送してますので朝8時、まあ結構朝早いんですけれどもね、いつか私もお会いできるといいな。アイルさん、沖縄いつ来るんでしょうか。はい、いらっしゃるんでしょうか、ね、沖縄旅行楽しんでくださいね。はい、いただきました。恋するかっちゃんさん、
もう一丁をテーマに合わせて整いました。ドラえもんとかけましてラーメンと解きます。その心はどちらものび太に腹が立ちます。以上だということで、おー、では採点いきます。ドゥルル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 ル素晴らしいですね。ありがとうございます。いやー、いつも、はあ、ちょっと楽しみですね。かっちゃんさん、ありがとうございます。はい。お、アイルさん、予定はクリスマスあたり予定していますよ。おー、クリスマスか、いいですね。クリスマス、12月はさすがに沖縄も少しね、あの寒いですので、あのちょっとね、結構気温もちょなんかね、夏が長すぎてちょっと寒さを忘れてしまうんですけれども、あのまたあの近くなったら教えてください。12月は少しやっぱ寒いので、あの沖縄風が強いですので、あの羽織るものはね、忘れないようにしてくださいね。はい、今日もたくさんのメッセージいただきました。皆さんどうもありがとうございます。モーニングの覇終了の時間となりました。明日は綿貫かなちゃんがお届けしますので、そちらをお楽しみください。それではね、月曜日始まりましたので、今週も1週間頑張っていきましょう。それでは元気にいってらっしゃい。一平二平デービル。いらっしゃい。屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群。肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り、変わらぬ美味しさ。屋台赤道ラーメン。